15世紀に建設されたバシリカ・レケーティオは、スペイン北部のバスク州北西部のビスカヤ県に属する、ムニシッピオである。コマルカとしては、レアイコールアルティバイの構成自治体の一つである。2014年の人口は7305人。レケーティオの地図。なお、地図の右下端部の橋のかかっている川が、レア川であり、メンデシャとの行政協会となっている。 ビスカヤ県の県とビルバオの北東を5 3トルにある。ビスケイ湾のカンタブリア海に面しており、バスク海岸における主要な漁港がある。下記には観光業が重要な産業であり、レケティオのイスンサビーチ、隣接するメンデシャにあるカラスピオビーチは海水浴客で賑わう。15世紀に建設されたゴシック様式のバシリカであるサンタマリア教会がある。 レケーティオ産のパプリカはバスク料理の食材として有名である。レケーティオのパノラマ20世紀前半のバスク地方で最も重要な作家のレスレクシオンマリアデアスクエはレケーティオ生まれであり、アスクエはエウスカルサインディアの設立者の一人となった。サンティアゴブルアールはエリバタスナのリーダーの一人であり、1979年から1983年までビルバオ市長を務めた。 エリバタスナは過激派テロ組織バスク祖国と自由と深い関わりがある地域政党であり、ブルアールは1984年にスペイン政府が指揮する死の部隊である反テロリスト解放グループによって殺害された。アンツァルエグナ聖アントリンの生命祝日である9月2日頃、聖ペドロの生命祝日である6月29日頃には、それぞれの聖人を称える祭礼が行われる。 聖アントリンの祭礼中には、アンサルエグナと呼ばれる風変わりな行事が行われる。海面上に貼られたワイヤーに吊り下げられたガンの死骸に、しがみつき、ガンの首がもげて水面に落ちるまでの時間を競う祭礼である。アンサルエグナは300年以上の伝統を持つ祭礼であり、かつては生きたガンを使用していたが、動物の権利を侵害しているとして、避難の対象となったため、現在では、 がんの死骸を使用している。ありがとうございます。